本部町の山にやってきました。見てください、あちらの景色、あのブルー、すべてがアジサイなんです。早速行ってみたいと思います。本部町泉にあるヨヘナアジサイ園、1万株30万輪のアジサイが咲き誇り、ブルーの絨毯が斜面を彩ります。今では一面に広がるアジサイですが、6年前に亡くなったアジサイおばあことヨヘナウトさんが親戚からもらったアジサイ2株を植えたことから始まりました。ウトさんが少しずつ増やしていったことで、県内では珍しいアジサイの名所となり、毎年この時期に国内外から多くの見物客が訪れています。今日はよろしくお願いします。はい、いらっしゃいませ。よろしくお願いします。こちらこそ。宇都さんの次男、ヨヘナ智隆さん、母の思いを継いで兄弟らと協力し、アジサイ園を経営しています。主にホームページなどの広報担当を担い、アジサイの魅力を日々発信する友高さんに園の見どころを聞きました。輝いていますね。ちょっと降った後に少し光が差すとキラキラするんですよね。皆さんが喜んでくださるようにですね、ブルーの絨毯で、しかもとても清々しい色ですよね。そういうのを見て皆さんがやっぱり癒されるということがあるもんですから、そういうアジサイにしたいですね、今後も。お客さんの笑顔のために日々の手入れも欠かさない友高さん。しかし1万株のアジサイの手入れは一筋縄ではいきません。お客さんに綺麗な花を見せるにはそれなりの努力をしないと、いろんな作業をこなしてます。一番多いのは雑草を取る、草取りですね。もうこれがこちらから住んでいったら終わる頃にまたこっち生えてるんですよね。エンドレスの仕事をずっとやってますよ。このような日々の作業があるからこそ、園に訪れた人々はアジサイの美しさに笑顔を見せます。それぞれのアジサイが全部違って、もう本当にとても綺麗だけでした。だいたい毎年来てますね。足腰が元気だったらね、この上りとかね、下りが歩けるぐらいまでは今0歳で5ヶ月です。店に来たんですね。はい、店に来ました。ちょっと色、お花見てなんかわーってなってました。目見開いて喋れはしないんですけど、はい、楽しそうにしてました。人々の笑顔に力をもらい、アジサイ園を続ける友高さんたち兄弟。生前の母宇都さんの言葉が原動力になっていると話します。子供たちはみんな話し合いして、もうひとまとめにしてやってくれるか、これが一番楽しみで、ああ実際作ったのかよかったねと思うかもしれないね。お袋がここまでですね、いろいろとやっぱり努力をして、ちょっと大げさになりますけど、沖縄の観光資源にまでですね育てたものですから、それはもう共通の財産ですよね。私たち一応ヨヘナ家の財産ではなくても、やっぱり共通の財産になってますので、それなりのやっぱり役割と責任を果たさないといけないという、まあ、思いも多少なりと思ってます。宇都さんが残したアジサイ園はヨヘナ家の絆を深めています。母がやっぱりこの何十年間かかってきて、ここまでこう皆さんを喜ばす環境にありますので、私もじゃそれ引き継いでできる範囲みんなで協力してやっていきたいと思ってますね。母の残したこういうものをね、そういう兄弟の絆を保つ意味でもすごいし、あるいは沖縄でこういうふうなアジサイを見れるということで皆さん喜んでくださるので、それをもうできるだけ力が自分たちが出せる限りは維持していこうなと思ってます。私たちの代ではここまでおふくろの財産引き継いでなんとか頑張ってますけども、いつまでも同じ状態だったらですね、お客さんの満足度を高めていくことはできないと思いますので、
種類をですね増やして多様化したりとか、あるいはアジサイ以外のこういうあの魅力ある草花をですねもっと効率よく配置するとかですね、まあ、いずれにしてももうちょっと魅力づくりをですねあのできたらなと思っています。江田さん的には何歳まで続けたいと思ってますか？今自身は85ぐらいまでいけるかな、あと10年は最低でもうちの姉が今80もういったら怒られるかもしれないけど80ぐらいになるんですけども、元気バリバリで沖縄市から通ってますんで、まあ、私たちも負けてられないなというのはありますよ。本部町を訪ねるとアジサイおばあが育った1万株のアジサイと多くの笑顔、そしてそれを守りつなぐ家族の絆がありました。